イエスペリコトカゲエミはフィンランド出身のアイスホッケー選手。ナショナルホッケーリーグのカロライナハリケーンズでプレーしている。2014年14歳で生まれ故郷ポリのアイスホッケークラブであるポリムアサットのユースチームに入団。2017年には17歳にしてトップチームデビューを果たした。同年9月9日にはプロとしての初ゴールを記録している。このルーキーシーズンでは 全57試合に出場10ゴール19アシストを記録した。2018年6月22日に行われた NHL エントリードラフトにおいて全体の3位でモントリオールカナディアンズから指名を受けた。7月2日、エントリーレベルの3年契約を締結。同年の10月3日にトロントメープルリーフス戦に出場し NHL デビューを飾った。 この試合で2000年生まれで北米4大プロスポーツリーグの公式戦に出場した初めての選手となった。11月1日にはワシントンキャピタルズ戦で初ゴールを記録。18歳と118日での初ゴールはカナディアンズの歴史でも2番目に若く、この NHL ルーキーシーズンは79試合に出場34ポイントを記録した。 2020年8月1日、スタンレーカッププレイオフへのクオリファイラウンド、タイペンギンズ戦の第1試合にて、自身初のポストシーズンゴールを記録した。2021年8月、カロライナハリケーンズから届いた、単年610万ドルのオファーシートに合意。同年9月5日、カナディアンズがこのオファーシートの契約内容に同意せず、ハリケーンズへの移籍を認めた。 2022年 NHL ドラフト1巡目プラス3巡目指名権との交換トレードが成立した。2017年にスロバキアで開催された U-18 世界選手権で年代別のフィンランド代表に初選出された。この大会では銀メダルを獲得7試合で6ポイントを記録している。翌年ロシアで行われた U-18 世界選手権でも フィンランド代表としてプレー。ファーストラインのセンターとして7試合に出場し、9ポイントを記録。アメリカ代表を下して、金メダルに輝いた。ありがとうございます。